大阪大学大阪大学微生物病研究所大阪大学微生物病研究1934年設立2010年度より共同利用共同研究拠点に指定されている関西に微生物病研究機関を要望した谷口天司とその要請を受けた実業家である山口剣道の寄付により1934年設立病原体や感染症 免疫系、癌を中心とした研究が行われている。80年以上の歴史の中では、社会で流行した微生物病がきっかけで研究が進められたりにより、腸炎ビブリオの発見、ウイルスの研究によりがんの研究が進展したり、ワクチンの開発が行われたり、免疫系が作動開始する分子メカニズムが解明されたり、現在では分子生物学、 ゲノム科学などの生物学における幅広い分野を網羅するようになってきた。1967年に北区道島西町3番地から大阪大学吹田キャンパスに移転した。付属病院を有していたが、1993年に大阪大学医学部付属病院の移転とともに統合している。21世紀 COE プログラムグローバル COE プログラム。 中央実験室は重要な研究機器の有効な共同利用を行うための体制の確立が禁用で、あるとの所内全般の要望を基盤に、1960年4月の教授会における審議に基づいて、同年5月の教授会において、中央検査室として発足することが承認された。中堅の発足により、それまで各部門が所有していた機器をアンケートに基づき、 中堅の管理に移し、部門間のセクショナリズムの壁を破って自由な使用を図りつつ、各部門ごとでは、困難な精密機器の裁量状態での保守管理を実施し、高価な研究機器の重複購入を避けて、共同購入の方策を取り、研究装備の近代化を促進した。研究機器は年々整備され、1964年度に中堅は中央実験室と解消された。 1965年度には、大型機器が配置され、設置場所に苦慮している矢先に研究所の水田地区への移転が決定し、中央実験室の設計準備も開始された。1967年度には、水田移転が行われ、10月23日に、レブ固定音奏2台が送り出されてから約1ヶ月半後の12月、初旬に中央実験室の移転は終了した。 現在の主要な研究機器としては、分離用腸遠心機、透過型、操作型電子顕微鏡、レーザーマイクロダイゼクション、セルソーター、プラスミド自動分離装置、DNA シーケンサー、質量分析装置などが設置されている。また、液体窒素の供給を自動化した、大型細胞保存タンク室、特定化学物質を取り扱うための実験室なども、完備している。 セルソーターによる細胞の分割、質量分析装置によるタンパク質の同定、医学的研究において放射性同位元素を用いる実験を行うための施設として研究所の水田キャンパス移転に伴い、1967年に研究所本館に近接し RI 共同実験室として設置された。また、1979年に北立一海共同無菌 RI 実験室、 1983年に感染症共同実験室 RI 実験室。1998年には南館地下1階 137CS ガンマ線照者室。さらに2007年には遺伝情報実験センター RI 実験室が加わった。しかし、2011年の免疫学フロンティア研究センター竣工に伴い RI 共同実験室。 北立一階共同無菌 RI 実験室の両実験室は免疫学フロンティア研究センターに移転。なお、南館の改築に伴い、南館地下一階ガンマ線照射室も北立一階に移転した。2010年12月17日開設、公開資料の展示施設、海洋堂の協力で制作したインフルエンザウイルスの100万倍拡大フィギュアを展示。 所在地大阪大学吹田キャンパス内アクセス。ありがとうございます。